シアバター使いましょうかね、足のリフレね。はい、シアバター好きです。シアバター好きですね。肌にも綺麗になりますからね。はい、はい、失礼します。失礼しました。似合ってる。お風邪ひいたりされてないですか？大丈夫です。アメリカ人になってアメリカ人すごい。アメリカ人は風邪ひかないみたいになってますけど、そんなことはないと思うんですけど。ももはさんね、あれですもんね、ツイッターとかでもファンになりましたとかって語りましたよね。あ、そうですね、女性の言葉なんか言ってくれて、ねね、女性、そう、嬉しかったです。うん、ね、意外と女の人からも評価がね、うん、いいですね、ももはさんね。よかったです。いろいろでも変わりますもんね。なんか、まあ、変わらないところもあるんですけど、はい、そういう寒いのが平気になるとか、ね、人間の神秘ですね。なんか、はい、なんか足の裏も、はい、最近なんか、はい、皮が硬くなってきて、あららら、はい、それは多分太ったせいですね。そしたらね、え、そうなんですか。あの太るとやっぱこう、はい、なんですか、圧も強くなるじゃないですか。はい、はい、そうするとやっぱりこう、あの圧迫されるんで、足の裏の角質も、はい、あ、25だからじゃなくてあ、代謝が落ちた的な年だからかな、ショックだったんです。ああ、まあまあなくはないかもしれないですけど、はい、いきなり1年でっていうよりかは多分太ったとかの方が大きいと思いますね。急に硬くなってびっくりして。太ってる人ってちょっと硬い確率高いですよ。まあ太ってる人って別にももはさん今そんな太ってないんですけどまあでもその以前に比べると何キロぐらい増えたんですか？いや、でも急激に6キロぐらい。ああ、6キロ変わるとちょっとやっぱり違うかなと思いますね。なんかもうニベア毎日塗っても追いつかないんですよニベアよりシアバターがいいですよ。あ、できます。はい、あ、でも早速痛い、早速痛い。足指が可愛いっていうコメントありましたね、YouTube で。なんかキノコの山みたいってよく言われサイズ感とかがですか、はい、形とか、はい、あ、でもあの霧同士リサクさんが、はい、ね、あの、はい、ももはさんの手の指の手の小ささに、あ、感動して、はい、決めたんですよね、なんか手のオーディションがあったみたいな。ももはさん、映画主演なさったんですよね。そうなんです。いつ公開でしたっけ？まだまだかかるんですかね。そうですね、編集中みたいで、わかんないんですけど、そもそも
口で動き回るかもまだ発見してなので、だいぶおぼろなでももう撮影はねきちんとなさったんですよね、はい、そうなんです。いろいろ大変な思いもして。大変そうですね、ちょっと、はい初めてちょっとタバコを吸って、ああ、なんかタバコ吸うシーンが大変だったんですよね。ライターがまずつけられないっていう、はい、ですね。やったことなかったんですもんね。ちょっとなんかキャバクラで働いてた時に、うん、ほうほうほう。やっぱライターってやらなきゃいけないじゃないですか。はい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 。もう全然できなかった。そうだったんですね。もういいよみたいな。もう自分でつけるよみたいな。そっちの方が早いからみたいな。3分ぐらい待たせてイライラする。多分タバコ吸いたい人イライラする。あ、じゃあ機会はあったけどできるようにならなかったってことなんですね。そうですね。あ、なんだろう、指の力がないってことなんですかね。なんか火が怖くて。あ、火が怖いんだ。子供の時なんか、ちょっと友達とふざけてなんかマッチで遊んでたら、はい、放火しやがって、私の友達が。あららららら、どこでどこあ、私の部屋。ちょっとトラウマなんですよね。とあ、怖いですねそれ。何歳ぐらいの時ですか？小学校4年生ぐらいの時、ね、あ、危なかったですね。ちょうどなんか理科の実験とかで火を使い出す年齢で、はい、あ、はいはいはい、練習しようぜみたいな。あ、はい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 。あらららら、それどうなったんですか？放火されて必死で、私はあの親がいなかったんで、ああ、決して、へえ、事なきを得た。ああ、よかったですね、すごいすごい。怖い、確かに火は怖いっすよね。怖いですね。うん、そうですよね。自分も中学の時に友達となんかろうそくの火で遊んでいて、なんかちょっと天井近くまで火が燃えるわってなったことが、あれどうやって大丈夫だったんだろう、一瞬だったから大丈夫だったのかな、なんかに燃え移るみたいなことがありましたね。恐ろしい思いをしました。火はやっちゃダメですよね、遊びでね。放火は罪が重いですね。罪重い、大変大変。でもなんかあれじゃないですか、前より痛がってないくないですか。あ、うん、あ、ね、そういえば普通に大丈夫そうな。タバコの話で夢中になった。ここは痛かった。優先。痛い、やばい、腎臓ですね。腎臓ですよ。あ、腎臓でいい。あー、かい人形を、あ、人形を、あー、膀胱ってなってますね。はい、ここ落っこちないでくださいね、ベッドから。大丈夫ですか？はい、史上最大に痛いんですけど、これ。あ、本当ですか？痛い。ちょっと蹴られました。蹴られた。史上最大ですか？史上最大でした、マジで。いろいろ過酷な撮影もあったかと思うんですけど、はい、足つぼが一番痛い。痛いです、もうタバコとかもいいです、優しいです。あ、そうなんですね。でもね、それはね、体が弱ってるからなんですよ、もう。あ、腎臓の悲鳴ですよ。あ、そうか、今の同じことやっても痛くない人もいるってことですか？痛くない人もいます、今。あ、そうか、大体痛いですけどね。あ、みんなやっぱいろいろと、あの現代日本人は、うん、まあ、腎臓に優しくない生活習慣とか環境ですからね。うん、腎臓デリケートなんで、
睡眠不足とかストレスとか薬とか、はい、塩分とかいろんなもので、はいはい、疲れちゃうので睡眠は大事ですね。睡眠大事ですね。ちゃんと寝れてますか？いや、やっぱ現場続くと寝れなくて。じゃあ結構撮影期間中大変でしたかね。主演ですしね。そうです、大変です。だんだんなんか おばはんみたいな顔になってくるのが自分でわかるんですよ。おばはんになってるって熊とかなんか心なしか顔のシワも増えてるような気がして。心なしか心なしかっていいですね。こっち足やっていきましょう。今回の動画はいかがでしたか？皆様のご意見ご感想お待ちしております。気に入りましたらグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた。 See you。